どうもサーフゲームの鬼黒メガネと申します。なかなか寒くなってまいりました。朝起きるのも大変辛いという中で、頑張っているアングラーの方お疲れ様でございます。そんな中ですね、結構なんていうんですか、俗に言うその師匠と呼ばれる人たち、人にこうついていってですね、サーフゲームを教わっている人たちをちょこちょこ見ます。なかなかあんまりないと思うんですけどね、こういうクソ寒い時期に、そう、なんですか、こういう寒い時期にサーフゲーム始めようっていう人はあんまりいないと思うんですけれども、まあ、たまになんかそういう方を見かけて、ね、非常にこう頑張ってるなと応援したい気持ちでいっぱいでございます。まあ、そんな中ですね、まあ、YouTube の方でちょっとコメントがありましてですね、ルアーローテーションの話、いまいちそのルアーローテーションどうしたらいいか分かんないというコメントがありましたので、まあそこら辺もね、ちょっと私もなかなか釣果が上がらないものですから、そういう話をして一本動画裸みたいな、人によってこれ考え方がありますんで、決して私のやり方が正しい、間違ってるっていうことじゃないと思うんですよ。黒メガネはこう言ってる、でも自分の師匠はこう言ってる、釣り具メーカーのインストラクターはこう言ってる、まあ、それは人それぞれ考え方があってのこと、もしくはフィールドによって、遠浅サーフなのかキューブがサーフなのかによってもいろいろ変わってくると思うんで、一つの意見として聞いていただければと思います。まずですね、サーフに立ちましたらですね、私の場合は、メタルジグを投げます。人によってはフローティングから投げるっていう人もいます。ヒラメってこうベタッとそこについてるでしょ、ベタッとそこについてる、でいきなりヒラメの近くにルアーを投げると魚が擦れてしまうという意見を持っている人もいるようです。で魚に警戒心を与えないように、こう上から順に、フローティング、はい次シンキング、ヘビーシンキング、メタルジグ、こういう順番でやるっていう人もいるそうです。私の場合は初っ端はメタルジグです。決まってメタルジグです。なんで決まってメタルジグを投げるかと言いますと、まず水深チェックですね。掘れてるのか掘れてないのか、どれだけ水深があるのか、例えば干潮って言ったら、まあ水深がないわけじゃないですか。ただ干潮は干潮でも水位ってあるじゃないですか。全然水深がない干潮と、まあそこそこ水深がある干潮とか、まあそうあるじゃないですか。ね、干潮だからって言って全く水深がないって決まってるわけじゃないから、とりあえずチェックするためにまずメタルジグを投げます。水深のチェック、それから潮の流れのチェック、流れが速いか緩いかっていうのをまず調べるために、私はメタルジグを投げます。あとはやっぱりサーフね、広大なサーフでヒラメがどこにいるかわからないということで、まあ、広く探りたいなという意味もあります。まずはメタルジグ。まあメタルジグって言っても。いろいろあるんですよね。例えば今これ出してるのは、メジャークラフトさんから発売されている、ジグパラサーフなんですけど、ちょっとこれね、ジグパラサーフ私一番好きなんですよ。これ低価格700円とかね、そこら辺の価格帯で出てて非常にあれなんですけど、まあこれの場合はですね、こう真ん中を中心としてこう、わかるかな、こういう風に泳ぐんですよ。真ん中を軸として
こういう風に泳ぐんですよ。で、これが、シマノさんから発売されている、なんだ、イワシロケット。これはですね、頭を軸にしてこうお尻を振るんですよ。こうお尻を振る。動き違うでしょ。で、まあサーフゲームっていうとね、今一番多分有名なのかもしれないですけど、フリッパー。フリッパーはもう こんなんですよ。フリッパーはもうね、こんなんですよ。こんなんね。ボディは比較的こう小さいですけれども、こうアピール力がすごいということで、こうやって泳ぐ。まあいろいろあります。まあ水深をチェックするためにとりあえずメタルジグを投げるということで、でメタルジグ投げますよね。メタルジグ投げて、じゃあどのタイミングで次のルアーを投げるのかっていうことですよ。まあ水深がないなというのが分かれば、着水からボトム着底までの時間とか、あとはメタルジグをストップアンドゴーしての反応、コツンコツンっていう手応えを感じればそれなりに水深があるんですよ。でコツンコツンっていう手応えが感じ取れないっていう場合は水深がない、もしくは潮の流れが速いか、どっちかなんですけど、まあ、水深がない、メタルジグを投げて水深がないなって分かれば、もうそこからは、まあ、シンキングペンシルかな。遠くを投げるんだったらシンキングペンシル、手前を攻めるんであればワーム、シンキングとかにもすぐ切り替えます。で、まあ、水深がある場合ですね、それなりに水深がある場合はどの時点で切り替えるか。結構私の場合は長い時間メタルジグ投げてる時間が長いです。で周りの釣り人を見て、あとは日が昇り始めたら変えるかな。ナイトサーフゲームって言って、今ね、あのサーフゲームがすごく人気じゃないですか。人気で日中なかなか人気スポットだと入れないっていうことで、でもナイトゲームやってる人ってほんと少ないんですよね。多分乗馬エリアではほぼほぼいないと、もう皆無、ほぼほぼいないと思うんですけども、そういうナイトサーフゲームでも超過ってあるんですよね。だから本当に暗いうちでもヒラメが入ってれば、まあ、釣れるわけなんですよね。まあ、私の場合はですけれども、メタルジグを投げて投げて投げて、周りの人の状況を見つつ、まあ周り、そうだね、周りの人が釣れ始めて自分が釣れなかったら、あれこれアピール力足りないのかなって考えるかな。そこで、出てくるのはですね、そこで出てくるのがシンキング、もしくはヘビーシンキングなんです。黒メガネチャンネル開設してもうじきあれですか、3年が経とうとしてますか。まあ当初の考え方とちょっと違っている部分も多少あるかと思います。こちら左に見えますのがネッサシリーズスピンドリフト、この右に見えますのが平泳ぎの釣りということで、私が YouTube チャンネル開設した当時の考え方ではですね、メタルジグ投げてダメでした、じゃあ、まあ、水深がある程度ある状態ですよ、水深がある状態、ある程度ある状態で、メタルジグ投げてダメでした、じゃあボディでっかくしましょうということで、ヘビーシンキング、スピンドリフトを投げる、スピンドリフトを投げて反応がない、だんだん日が昇ってきました、太陽光がね、増えてくると、そういった時にじゃあ今度変えましょう、今度シンキングに変えて、ヘビーシンキングっていうのはまあそこボトム近いところを攻めるよ、そうじゃなくて、ヘビーシンキングよりちょっと高い位置からフラッシング効果で、光でアピールして面で釣ろうみたいな考えを
2年ぐらい前は持ってました、ここ最近はそういう考え方は私ないですね。ヘビーシンキング投げて投げて投げて反応がありませんでした。じゃあその場所で、棚上げて、フラッシングでフラッシングを狙ってヒラメミの3で釣れたことがあるかっていうとないです。ない。まあそれはここ数年の常磐エリアの調子が良くなかったのが原因なのかもしれない。ひょっとしたらヒラメ自体がその場にいなかったっていう可能性もあるとは思いますけれども、ここ数年、まあここ数年っていうか、まあ、YouTube チャンネルを開設してですよね、ヘビーシンキング投げてダメでした、じゃあ同じ場所でシンキング投げました、釣れましたっていうシーンがなかったっていうことを考えると、今現在の私の考えではこのヘビーシンキングとシンキングっていうのは多分両用はできないんじゃないかなっていうね。ヘビーシンキング投げて釣れなかったらシンキング投げても釣れないよっていうことだと思うんですよ。魚がいればヘビーシンキングの時点で食ってくるんじゃないかなっていうね思います。ですんでもうヘビーシンキングとシンキングのこの使い分けっていうのは単純に水深掘れてるのかそこまで掘れてないのかっていうところで使い分けたらいいのかなと思います。だから、そうですよね、皆さんが普段行ってるもう行き慣れてるサーフエリアもう大体分かりますよね。水深があるエリア水深がないエリアって分かりますよね。で釣り行くときに満潮か干潮か、ね、自分がエントリーする時間調べますよね。その時に水深があるエリアで満潮の時間だっていうんだったらもうシンキングは外すべきだって、外すべきっていうか持っていく必要はないと思うんですよ。だったら、違うルアーこれを溶かして違うルアー持っていけばいいし、逆に干潮の時間帯なんだとヘビーシンキングは必要ないっていう場合はじゃあヘビーシンキング溶かしてじゃあ別のものを持っていけばいいと思うんですよっていう、そういうルアーの選択を最近するようになりましたね。ヘビーシンキングとシンキングは両用はしませんよということです。本当にねそんなにさほど難しいことではないと思うんですよ。メタルジグ投げます。で水深があるんであればヘビーシンキングで、ヘビーシンキングでダメだったらじゃあ今度はワームにしようかとかね、あとはちょっとうるさいルアー波動強めの飛びすぎダニエルを投げるとかですかね。水深がなければもう本当にシンキング本当にねこいつこのカットビボーは本当にそういう意味ではね非常に素晴らしいと。ああそうシンキングの話も、まあ私は常磐エリアメインでやっておりますので、遠浅サーフです。ですので、非常にこのメタルジグ並みに飛ぶ、それからこの130っていうね、ビッグボディっていうんで、すごく役に立ってます。ただこれカットビボっていうのは非常に素晴らしいルアーなんですけれども、フォールスピードが遅いということで、あと動きもね弱いということでちょっと風がある日は向いてないです。風がある時はじゃあどうするかっていうと、まあ出しませんけどウィングビーム80とかね、あんなのはもういつでも使えるルアーですから本当に最高のルアーですとか、あとは、ディオのウェッジ、これも非常に、いいです。風があっても使える、まあ、それから、新編は新編でもですね、まあ、濁りがある時なんかはこういうマット系、これはアクションスリム、私まだアクションスリムね買って一度も魚釣ってないですけれども、まあこういうのもねあります。新編、まあその常磐エリア遠浅ではまあシンキングペンシル
っていうのが非常に有効に働くんですけれども、まあ、身辺は身辺といってもですね、いろいろ種類があるんで、その何がどう違うのかっていうのを把握した上で、身辺は身辺でも数種類揃えた方がいいと思います。でもまず一番買っとくべきはこちら、カットリンゴ。これはもう絶対に買っておくべきだと思う。はい、そんなところですかね。非常にシンプルです。難しく考えてません。まずメタルジグを投げる。メタルジグ投げて水深があるようであればヘビーシンキングを投げて、それからその他ワームを投げる。水深が、まあ、そこまで土管長でもない、そんなあほぼほぼあるよっていうんだったらシンキング、全然ない、もう水深が全然ありませんっていうんだったらもうシンキングを投げる。でシンキングはシンキングでもいろいろ種類がありますよっていうことです。非常に、そんなに難しくないです。難しくない。メタルジグしか投げないっていう人もいますからね。メタルジグ1本でやってるっていう人もいるんで、そんなに難しく考える必要はないと思います。ただそうですね、まあ、最低でもメタルジグとシンキングペンシルの2つは持ってた方がいいのかなと思いますね。やっぱりシャローを引っ張ってきたいっていうシーンが本当に多いんですよ、乗馬エリアっていうのは。ですんでやっぱシンキングペンシルっていうのを私は重要視した方がいいんじゃないかなと思います。はい、以上サーフゲームの2黒メガネでした。皆さんはどんな感じの、ルアー構築されてますでしょうか。こんな俺はこのタイミングでルアーを変えるみたいな、そんなの多分一人一人ねあると思うんですよ。そういうのをぜひねコメントで、教えていただければと思います。はい、では失礼いたします。バイバーイ。